皆さんこんにちは。見えていますでしょうか。時間になりましたので模擬授業の2つ目、農場で汗をかいて農学しようを始めさせていただきます。生態調和農学機構の深野と申します。よろしくお願いします。タイトルにもありますようにですね、東京大学には農場、農学部の付属の農場があります。で、実はですね、今日私は農場から配信をしておりまして、あんまり見えないかもしれないんですけども、まあ、こういう形でですね、まあ、後でいろいろ画像が出てきますけれども、大きな農場を持っております。多分、今見えているのはさつまいも畑とか、あとトウモロコシ畑が、後ろに見えています。もしかすると作業している様子が映ってしまうかもしれないんですけど、まあ、眺めておいて、背景として眺めてください。で、どこにあるかといいますと、まあ、もちろん東京大学の、付属農場なので東京にあります。で、東京のど真ん中にあります。で、今日聞いていらっしゃる方は東京以外の方も多くいると思うんですけれども、皆さんが想像される東京はですね、実は東京の真ん中ではなくてですね、かなり東の方なんですね。で、本当の東京の真ん中はどこかというと、この辺り、ちょうど、農場がある辺り、この辺ですね。で、場所としてはですね、西東京市の田無というところにあります。新宿からだいたい電車で30分ぐらいのところにあります。すごく、いい、気持ちのいい場所です。で、正式名称は農場ではなくて生態調和農学機構と言います。で、今私が配信しているのはここの建物の端っこ、この辺りから北に向かって配信しているお見せしています。で、この生態調和農学機構の中にはさまざまなタイプの農地があります。もちろん水田から果物が育っている果樹園、そしてトウモロコシとか大豆とかが育っている畑、またこの左側にある林ですね、これは農地ではなくて林業、林学の研究のための演習林と言われる林も併設してあります。また植物を栽培するための温室や、ここは再生装置を、草地を再生している場所なんかも農場にはあります。詳しく知りたい方はですね、 YouTube で東大アイサスと検索していただくと、VR 動画、360度ぐりぐり回すと、見ることができる VR 動画がアップされていますので、まあ、そちらをご覧ください。で、今日は農場で行われている研究をいくつか紹介するんですけれども、もちろん農場はですね、研究だけが行われているわけではなくて、さまざまな実習が行われています。農学部の14ある専修のうち7つの専修で農場での実習が行われています。で、これらの写真はですね、私が担当しているものの一部だけなんですけれども、野菜の栽培だったり小麦の収穫だったり、あとは雑草の調査が行っています。もちろん水田で稲の収穫調査だったり、あとは果樹園でさまざまな、桃とか柿とかの収穫もあります。で、今日はですね、先ほど話しましたように、農場で行われている研究をいくつか紹介しようと思います。農場ではですね、8名の専任の教員と、学生、それから、農場の管理とか、あとは重機の運用を行っている専門的な技術職員がですね、多数在籍しています。で、その農場を対象に、農場の職員だけではなくてですね、農学部全体、それから農学部以外の他学部の教員、そして他大学の教員とか学生も研究に利用しています。で、今日お話しするのは、私が行っている研究のうち野菜の栽培と雑草に関する研究を紹介しようと思います。ただ紹介するだけだとちょっともったいないので、皆さん多分多くが高校生だと思うんですけれども、私が高校生の時にあんまり研究について知らなかったことを中心にですね、紹介していこうと思います。まず一つ目は、ちょっと語弊があるんですけれども、基本的にはどんなテーマで研究してもいいということです。二つ目は、仲がいい
共同研究者、仲間たちとですね、こう、わちゃわちゃ、わちゃわちゃって、もうこっちも語弊がありますけれども、まあ、研究できる。楽しんで研究できる。そして、まあ、研究というとすごく難しいように思えるんですけど、まあ、確かに難しいこともあるんですけれども、体力がですね、根性が大事な時もあるな、ということも、紹介していこうと思います。で、早速農場のこう研究に入る前に、別の農場以外の、農場を舞台としない研究を紹介 したいと思います。それはですね、曽我先生との共同研究です。曽我先生誰なんだと思う方もいると思うんですけれども、今日の模擬授業の一つ目でですね、講演されてた先生です。曽我正志先生。都市の話をされてたと思うんですけれども、その先生との共同研究の話を先に、紹介したいと思います。というのもですね、高校生に伝えたい、私が高校生だった時に伝えたい二つ目に、その友人とわちゃわちゃ研究できるということがあったと思うんですけども、曽我先生と私はですね、私が東大に就職する前からの知り合いで、まあ、学生の時から知り合いでした。で、この写真にあるように、なんかこう、これ服装が被っていてちょっと恥ずかしいんですけども、もともと仲良く、これ左が曽我先生で右が私なんですけども、もともと仲良く、いろいろ研究の話をしたり、ご飯を食べたり、お酒を飲んだりしていました。で、二人とも東大に就職して、なんか一緒に研究をしましょうかという話になってですね、どういう研究をしているかというと、ちょっと変わった研究なんですけれども、絶滅危惧種のことを市民に関心を持ってもらうためにはどうしたらいいかという研究です。で、市民がどういう関心を持っているかというのをこう定量化する、明らかにするのはなかなか難しいんですけれども、我々が使ったのはですね、インターネットの活動記録ですね。検索量だったり、SNS の発信だったり、Wikipedia の閲覧数だったり、そういうものを使って、日本全体の人たちがどういう時に絶滅危惧種への関心を持つか、そういうものを定量化しました。で、我々が多分唯一絶滅危惧種を直接見る機会としてはですね、動物園や水族館があると思います。で、我々はこういうインターネットのデータを使って、動物園があると、どれくらいその周りの人たちが絶滅危惧種に関心を持つかというのを定量化しました。そうすると、絶滅危惧種がいる動物園ではですね、その周りで、周りの地域の人たちは、その絶滅危惧種に対してたくさん検索している。ということが分かりました。動物園があると、その動物園で飼育されている絶滅危惧種への関心が高まるということが分かりました。もう一つ、我々が動物のことを知る、絶滅危惧種のことを知る手段としてはですね、テレビや映画などの、まあ、動画がありますね。で、ここではちょっとトリッキーなんですけれども、動物アニメに注目しました。知っている方は知っているかもしれないんですけども、数年前、2017年だったかなに、獣フレンズという動物をモチーフとしたアニメーションがですね、ヒットしました。結構人気になりました。で、我々はですね、このアニメーションのヒットがきっかけで、どれくらい絶滅危惧種への関心が高まったかということを調べました。というのも、このアニメーションに出てくる、まあ、キャラクターの多くがですね、絶滅危惧種をモチーフにしているからです。例えばこの、黒い女の子はタスマニアデビルをモチーフとしたキャラクターですね。で、いろいろ調べてみるとですね、まあ、ちょっと信じられないかもしれないですけど、アニメが放映された後に、アニメのキャラクターではなくて、アニメのモチーフとなった絶滅危惧の動物の閲覧数が増加していることが分かりました。関心が高まったんですね。じゃあ、それぞれ動物園が関心を高めることが分かったし、アニメーションが関心を高めることが分かった。ではですね、じゃあアニメーションによって関心が高まった結果、リアルな動物の保全に影響するかということが分かったら面白いなと、二人でちょっと相談をしました。そこでですね、もう一人の人が出てきます。これも実はですね、私の友人というか、古くからの先輩、大学の学生時代の先輩なんですけれども、上野動物園で飼育員をされている田中陽介博士に連絡を取りました。で、こういうことがあるんだけれども、何かこう、
獣フレンズのおかげで実際のリアルの動物園の保全に影響がなかったか調べることができませんかという相談をしたんですけど、ね、まあ、そうするとですね、寄付のデータを使うという意義ということを教えてもらいました。どういうことかというと、上野動物園をはじめ東京の動物園はですね、各動物に寄付ができるんですね。アジアゾウに寄付をします。アジアゾウの保全のために役立ててください。ユキヒョウのために保全をします。まあ、そういう、各動物に何件寄付があるかというのの過去の記録を調べることでですね、アニメが放映されることで、アニメに出てくる動物の寄付件数が増えたか減ったかというのが調べることができるということが分かったんですね。で、寄付データ結構5年分で数千件あったんですけど、そのデータをまとめて、解析した結果ですね、こういう結果が得られました。濃い青のグラフがですね、アニメに登場した動物たちへの寄付の件数を示していて、薄い青がですね、アニメに登場しなかった動物への寄付を示しています。そうするとアニメが放映された後でアニメに登場している動物だけがですね、増えている、寄付が増えている様子がわかると思います。つまりアニメ放映後、そのアニメに登場する動物たちの寄付が増加したことが分かりました。つまりアニメが現実の保全に影響していたということを示すことができました。で、これはこの話はここで終わりなんですけど、やはりこのなんか研究はですね、ちょっと面白い研究なので、発表はされた後にですね、いろんなところで、ニュースにしていただきました。これは、アメリカの経済誌ですね、フォーブスという経済誌で、記事になったり、あと日本のアニメは人気なので、いろんなこう海外のニュースサイトにも取り上げられたり、あとは当然ですね、こういう話題なので、日本のインターネットですね、2チャンネルというところでも話題になっていました。で、どういう反応だったかというと、もちろん2チャンネルが口が悪いので、こういう面白い反応がありました。ただですね、いろんなところで話題になるというのは結構いいことじゃないかと思います。というのも、絶滅危惧種の保全というのはですね、あんまり人の関心に上らない話題ですよね。だからこういう研究を発表することを通して、いろんな人に絶滅危惧種の現状を知ってもらうことができたんじゃないか、少しでも知ってもらうことができたんじゃないかと思います。またこの研究、もともとは私の先輩というただの個人的なつながりで始まった研究なんですけれども、この研究がきっかけでですね、全国の動物園とか、あとは動物園を管轄する動物園水族館協会と共同研究を行うきっかけになったので、私にとってはすごく思い出深い研究です。で、この研究なんで紹介したかというと、まさに最初に紹介した高校生の私が知らなかったことに当てはまるなと思います。どんなテーマで研究してもいい、なかなかアニメが研究論文になるとは思えないんですけれども、ちゃんと、学術論文にすることができればきちんとしたテーマになる。それからですね、昔の友人ですね、その時は一緒に研究するとは思っていなかった学生時代の友人とですね、将来一緒に研究することができるかもしれない。皆さんも多分そうですね。今いる友人と、将来、研究だけじゃないかもしれないですけど、一緒に何かするかもしれないなということを覚えておくといいかもしれないです。それからですね、これは別に体力は使ってないんですけれども、デスクで完結する、逆にですね、体力を使わない生物多様性保全の研究もあるなということが分かったかなと。で、前置きですね。これは前置きでした。すいません。だいぶ長い前置きだったんですけども、前置きはこれぐらいです。で、今日はですね、せっかく農場から配信しているので、農場で行っている研究を紹介したいと思います。2つだけ紹介します。いろいろ行っているんですけれども、2つだけ紹介します。で、まずはですね、雑草の話です。で、ここからちょっと話がガラッと変わります。雑草、農業というか、家で何かを育てて野菜を育てたりしている方は分かると思うんですけども、雑草というのは非常に厄介ですね。
雑草がもう生えてしまうと何も収穫できないぐらい大変なものです。でこの雑草っていうのは時としてですね、畑で急速に進化していることが知られています。それはですね、除草剤散布に対して抵抗性が進化することです。ちょっと難しいですけど、そんなに概念としては複雑ではないので、もしかすると生物の教科書でも出てきてるかもしれないですね。これはどういうことかというと、雑草を管理するためにこう農薬をまきます、除草剤をまきます。そうすると大体の雑草は枯れるんですけれども、一部の雑草、特に農薬が効かない個体が少しだけいるんですけれども、その個体が生き延びます。そして種子を生産します。そうすると次の世代にはその雑草が効かない子供たちがちょっとだけ増えます、ね、この雑草たちにまた農薬をまくと、また雑草が増えない個体たちが生き延びます。そして今度はまたどん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 この雑草が効かない個体の子供たちが増えていきます。でそうなるともう農薬をまいたとしても雑草が減ってくれません。でこういうふうにですね、除草剤をまくことで除草剤に適応した、つまり除草剤に耐性を持つ個体が増えていく現象が世界中で知られています。で農地で生じる、いわゆる特殊な環境ですね、この除草剤というのは。ただこの除草剤だけがですね、農地で生じている特殊な環境ではないです。というのも、例えばこれ農地の写真ですね、特に雑草が多い、ここと都市の雑草を比較してみたいと思います。ここを見ると農地の雑草はですね、いろんな個体と競争する必要がありますね。ここに作物、これ大豆なんですけど、ここに生えている雑草は大豆と競争しないといけないし、雑草同士でも競争しないといけません。一方で都市というのはですね、特にコンクリートで覆われている東京みたいな都市はですね、そもそも土が少ないので、すごくシビアな環境ではあるんだけれども、周りにですね、ライバルが少ない、他個体との競争が弱いですね。なのでこの都市と農地ので競争環境が全然違うんですね。農地はすごく競争が強い、一方都市はあんまり競争しなくていい。でこの違いがですね、もしかしたら雑草の進化を促しているかもしれないということで、研究を始めました。でちなみにですね、全然関係ないんですけれども、この都市の写真の後ろはですね、実はアカモなんです。せっかくオープンキャンパスなので、アカモを見られない皆さんでも、アカモを見ることができます。いや、いいです。で、これはアカモの前に這いつくばって雑草の写真を撮りました。いや、あれすみません。ちょっと本筋から外れました。で、私はですね、この農地と都市の競争環境の違いに注目して雑草の進化を研究しています。で、どうやったかというと、実はひたすら根性なんですね。東京から外れてるところもですね、東京近辺のいろんな地域で、農地、この青い点が農地なんですけど、農地のこの雑草から、メヒシバという雑草から種を取って、で、今度赤い点ですね、これは都市なんですけども、都市の、例えばこれは東京都庁ですね、都庁の目の前のこの少しだけ土があって、ここにメヒシバが少しだけ生えてるんですけど、まあ、こういうところを探して雑草の種を取る。というのをですね、都内の50地点で行いました。そう、例えば東京都庁もそうですし、まあ、分かる人には分かるんですけど、新宿伊勢丹の前とか、すごく怪しいおじさんだったと思うんですけれども、実際警察に結構声をかけられるんですけども、まあ、そういうのに耐えながら、いろんなところから種子をこう頑張って取ってきます。そして、農場のさっきお見せした温室ですね。温室で、栽培をして、都市と農地の個体でどんな風に性質が違うかというのを調べます。そうすると、いろいろ調べた結果、畑と都市では形が違うということが分かりました。こういう形です。これはですね、同じ条件、農場のハウスという同じ条件で栽培しても、農地由来の個
体はですね、こういう上に伸び上がるような形をしていて、都市から捉えてきたこの個体、メヒシバという個体はですね、匍匐するような形を示しています。で、まあ、たくさん、もちろんこれは1個体だけじゃなくて、いろんな個体を調べても、確かにその通りで、これ縦軸が草丈で、横軸が草幅なんですけど、全体として緑の農地集団は、上に伸びている様子がわかります。草丈が高い。で一方の青の都市集団は、下に這いつくばっている様子がわかると思います。草幅が大きい。で、さらに、じゃあなんでこんなことが生じるかということを調べるためにですね、それぞれのこの株をですね、ほとんど競争がない状況で栽培したときと、すごく競争がある、個体を密植させて栽培したときで、どれくらい成長が違うかというのを調べてみました。そうすると、競争が全然ない状況だと、この匍匐する都市型の方が成長がいいことがわかります。これはなぜかというと、匍匐する方が光をうまく吸収できるからですね。光合成速度が高いからです。で一方で、競争条件、これを株の距離をものすごく密植させて栽培すると、この関係が逆転して、直立する農地集団の方が成長がいいということがわかります。これは何でかというと、直立する方がですね、相手よりも先に光合成ができて競争に強いからです。つまり、都市と農地の共存環境の違いが、こういう草の形、草創始というんですけど、草の形をですね、進化させていたことが分かりました。じゃあ、こういう形の進化というのは、雑草管理にどんな影響を及ぼすでしょうか。で私が注目したのは、この茎の太さです。なんでかというと、農地集団はですね、直立するために茎を太く持つ必要があるんですね。でこの茎が太いことが結構厄介です。なぜかというと、このメヒシバ、畑ですごく繁茂する雑草としてこう問題になるんですけれども、管理する一つの方法はですね、こういうトラクターで、土壌をこうロータリーっていうんですけど、刃をぐるぐる回転させて、突き込んでいく。耕す。という、雑草管理方法があります。こういう方法の時に茎が太いとですね、刃で切ることができずに、ここにちょっと残ってますけど、土壌にこう残ってしまうんですね。本来だったら、刃で、草をズタズタに切って土の中に埋めるんですけど、うまく切れないとですね、こういう形で土壌に残って、ここからまた再生してくるんです。なので、農地に適応することで茎が太くなることが、もしかしたら、雑草管理上問題になっているかもしれない。ということで、実験をしてみました。こういう形で、ちょっと見づらいんですけど、下にですね、いろんな地域から取られたメヒシバ、この雑草をですね、植えるんです。農地に雑草を植えるっていうのはなかなかないんですけれども、はい、やらせてもらってですね、こういう形でバーッと植えて、で、さらに、実際にトラクターで、ロータリーを耕運して走ってもらいます。で、ロータリーで耕運する前と後を調べることでですね、特にここにドローンが飛んでるのがちょっと見えるんですけど、上空から撮影することで、どの個体がロータリーに強かったかというのを調べることができます。まあ、その結果、やっぱり予測通りですね、農地集団、この茎が太い個体の方がですね、ロータリー耕の後でも生存しやすい。わかりました。ということでですね、この研究まだいろいろやってるんですけども、都市と農地の競争環境の違いによって雑草がですね、急速に進化していることが、ちょうど今明らかになっています。で、つまりですね、皆さんというか私もでしたけど、何気なく雑草を皆さん見てると思うんですけど、その雑草たちはですね、たくましくその環境で今まさに進化をしているということが、この研究から明らかになってきました。で、もし興味がある方は、これちょうどですね、先々月ぐらいに、東京大学からプレスリリースが出ているので、検索してみてください。これもちょうどなんですけど、ちょうど一昨日に、産経新聞で、この、論文に関する記事
ニュース記事にしてもらったので、まあ、これ確か有料会員限定だったと思うんですけど、まあ、興味があったら見てきてください。で、これに関してもですね、まあ、研究自体はまあまあ面白いとは思うんですけど、高校生の私に伝えたいことがいくつかあります。まあ、テーマに関しても、まあ、なかなか研究のテーマを探すのって大変なんですけれども、意外とですね、足元、本当に足元にですね、研究のヒントが隠れているかもしれないな、ということです。もう一つ、もちろんこの研究もですね、私一人で行っていたわけではなくて、例えば先ほどのトラクターの運転とかですね、これなんかは技術職員の方にやってもらってますし、ドローン空撮は後で出てくる共同研究者の人、それから毎日植物の世話をする必要が、数百株の植物の世話をする必要があるんですけども、それなんかもいろんな方のお世話になりながら研究を進めています。で、この研究は結構体力を使っています。私体力がある方ではないんですけども、東京とか、まあその辺近辺をですね、ひたすら電車に乗って歩き回って、まあ時々警察に質問されながらですね、種を取りまくった実験です。で、もし体力がある人がいたらですね、意外と農学の研究ではですね、結構強い取り柄になるかもしれません。これがですね、雑草の話でした。じゃあ最後にですね、もうちょっと農場っぽい、せっかくなので農場っぽい、研究も紹介したいと思います。それはですね、野菜の栽培です。で、多分、こういうオープンキャンパスに来られている皆さんはですね、まあ、こういうことはよく知っていると思うんですけれども、日本の農業で大きな課題が2つあります。それは、農業従事者の方の高齢化と、そもそもの農家の方の人数の減少ですね。これを、まあ、すごくも大きな問題なんですけれども、まあ、最近の ICT 技術とかですね、あとはスマート農業と言われる、ドローンとか、インターネットにつながった機器とか、ロボットとか、そういうもので解決しようじゃないかという、研究が今進められています。で、この研究をですね、私と、この各先生、各医先生という、この農業 ICT、まあ、こういうドローンとか情報科学とか、まあ、いわゆる AI とか言われる分野のですね、スペシャリストの、先生が実は農場にはいます。こういう、すごくフレンドリーな人なんですけれども、すごくて、本当に、そういう情報科学のスペシャリストでもあるし、農業にもすごく詳しい、かなり稀有な、珍しい研究者です。まあ、この人と一緒にいろいろプロジェクトをやっています。で、この、農業 ICT で日本の特に野菜農家に貢献しようというのを一緒に研究を進めています。で、ちょっとですね、なかなか野菜栽培を、ことをやったことある人はいないと思うんですけれども、野菜栽培というのはですね、ちょっとした特徴があります。まあ、言われてみれば当たり前なんですけれども、野菜の栽培はですね、これ、学生さんです。サイズが重要です。何、まあ、当然かも思うかもしれないですけど、そんなことはなくてですね、例えば、米、稲とか、例えば大豆とか、そういうものはですね、面積あたりたくさん取れれば取れるほど、農家さんの収入には基本的にはつながりますね。ただ、野菜はそうではなくて、サイズに応じて価格が変化します。もちろん、ちっちゃい野菜は、1個あたりの収入は少ないんですけど、大きすぎる野菜はですね、多少美味しくても、価値が極端に下がってしまう。それはもう流通段ボールに入らなかったり、他のサイズと違ったりしたら、もう全然出荷できないので、大きすぎる野菜には価値がない。サイズに応じて単価が変化するという特徴があります。で、ここで示してあるのは、なんか例としてブロッコリーを示してあるんですけど、まあ、これには理由があって、特にブロッコリーというのはですね、食べている部分は、ブロッコリーはですね、つぼみなんです。で、花のつぼみですね。なので、一気に大きくなるときは一気にサイズが大きくなります。で、畑全体で同じように成長してくれれば問題ないんですけれども、まあ、どうしてもですね、大きな畑だと畑の中で個体ごとに成長にムラが出ますね。これもちょっと実感
ないと難しいんですけど、例えばちょっと見てもらえますか。こういう形です。あ、これすいません、音を消しましょう。こんな感じ見えます。これはですね、収穫1週間か10日ぐらい前なんですけれども、こういう感じですね。結構つぼみのサイズにばらつきがあるのが分かると思いますか。分かりますか。こんな感じ。これちっちゃいですね。これもなんかちっちゃい。これなんかもとってもちっちゃい。まあ、こういう感じですね。で、それ、これから1週間経つと、こういう感じになります。あ、もう大きいですね。結構、まあ、いい感じ。あ、これなんか大きすぎますね。あ、これいい感じ。あ、これもちょっと大きい。大きすぎる。あ、こんな感じですね。で、畑がそんなに大きくない場合は、実際これ農家さんやってるんですけど、一個ずつ毎朝見回って収穫サイズを、になったものだけ収穫することができます。ただ、ある程度以上大きくなった畑ではですね、そういう手作業、手間のかかることができなくて、一斉収穫します。そうするとですね、畑の中でこうムラがある場合には、いつ収穫したらいいかっていうのが結構問題になりますね。難しい問題ですね。サイズごとに価格が決まっていて、畑の中のムラがある。そうすると収穫日で収入が変わってしまいます。で、じゃあ問題としてはですね、畑の全個体のサイズを農家さんは把握できないということがあります。もし畑の全個体のサイズが把握できたならば、いつ収穫したらいいかということが分かるんですけども、それはなかなか難しいんですね。というのも、まあ、大きな畑の場合、農家さんがこう、あぜから見回して、全部ずっと毎日こう 見ることができないので、まあ、見えるところだけこう見ながら、畑全体はじゃあ大体これくらいかなというのを考えて、1週間後に収穫しようと、まあ、10日後に収穫しようと決めます。でもしかしたら、全個体の生育分布を農家さんは予測できないかも、できてないかもしれません。つまり、畑から得られる収入を最大化する、つまり最適な日に収穫できてないかもしれません。ということで、我々のアイデアとしては、全個体のサイズをドローン空撮できちんと、まあ、調べて、調査して、そのサイズの変動を予測する。まあ、つまり、ドローン空撮をしますね。で、もし可能なら、畑全部の、全個体のつぼみのサイズを自動で推定する。そうすると、まあ、こういう畑の分布が書けますね。で、この分布から5日後には大体これぐらいになります。10日後にはこれぐらいになります。15日にはこれぐらいになりますっていう。成長が少しだけ予測できます。で、この分布に市場価格を組み合わせて一斉収穫したときに一番収入が高くなるような日を決定したい、まあ、こういうシステムを作れないかなということを各先生と一緒に行っています、まあ、つまりやってることはすごく単純ですね。ドローンを使って畑の全個体のサイズ分布を調べたい、畑の全個体のサイズを調べたい。で、そのデータを使っていつ収穫すればいいかっていうことを、まあ、予測したい。いつがいいかというと、つまり、収入が最大になる日です。で、まあこれはちょっとまあ大げさですけれども、まあ、そんなに難しいアイデアではないので、もしこういうシステムができれば農業現場への導入で、まあ、すぐに成果が期待できるかもしれないし、さらに、まあ、大規模農家ほど利益が大きい。なぜかというと、最適な日とか全個体のサイズを推定するのは難しいからですね。ただ、そんなに大きくない農家でも、使える技術じゃないかな。まあ、日本の農家でも使える技術じゃないかなということを考えています。で、実際にですね、この田無の農場、ちょっと見えないですけど、向こうの方で、実験を行っています。ちょっと様子を見せしますね。まあ、こんな感じです。
見えますか？これブロッコリーの苗を今植えているところなんですけれども、こんな感じ。こっちが、あ、うるさいですね。こんな感じです。これ一個ずつ苗を抜き取って植える機械があるんです。ベジータっていう機械なんですけど、これを使ってですね、ひたすら、ブロッコリーの畑を作っていきます。こんな感じですね。で、まあ、手作業でやるよりはだいぶ楽なんですけれども、それでもすごく手間がかかって、これ実験では2000平米、20R あたり、だいたいブロッコリーが7500株植わっています。もちろんこれ私だけでやっているんではなくてですね、こういう技術職員の、というかほとんど技術職員の方にお願いしてるんですけど、こういう専門の職員、これ石塚さんという若い技術職員の方なんですけど、こういう移植とか、こういう専門的な技術を持った方にお願いして実験を行っています。でもちろん植えるだけじゃ全然育たないので、こういうふうに農薬を散布して虫に食べられないようにしたり、あとはこう除草をしたりですね。でもちろん実験なので途中で100株とか200株とか収穫してサイズとか重さをひたすら測るという作業を行います。で 20R そんなに大きくない畑なんですけれども、その畑の中でいつ収穫すると利益が最大になったかというのを推定した結果をちょっとお見せしたいと思います。また学生さんが来ますね。はい。で、これはですね、ドローンを使ったデータではなくて、私が手作業で、根性で測ったデータなんですけど、まあ、5月15日から28日まで、こう、どん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 ブロッコリーが大きくなっていく様子がわかると思います。で、ここから、まあ、測ったのは120株なんですけど、7500株に当てはめて、それぞれのサイズごとに価格が設定されているので、ここの価格から、じゃあいつ収穫したら、全部収穫したら畑全体の収入が最大になったんだろうというのを、まあ、すごく簡単に推定してみました。そうするとですね、こんな感じになって、例えば5月23日に全部収穫したとしたら55万円ぐらいの収入だったんですけど、それを1日ずらす、5月23日にするだけで5万円ぐらいアップする。つまり最適な収穫日は5月23日でした。計算上ですね。で、そこから1日遅れると2万円損するし、さらに2日遅れると10万円損する。3日遅れるともうダメですね。25万円ぐらい損するということが分かりました。ただ、これはですね、120株というすごく少数ので、まあ、測定値から、それでも結構時間がかかる、1日がかりなんですけど、測定した結果から全体を推定しているので、この推定をですね、人力、私が行っている人力ではなくて、ドローン空撮と AI で自動化したいっていうのが我々の目標です。で、ドローン空撮というのはどういうふうにやるかというとですね、あんまり見たことがないと思うので、ちょっとお見せしたいと思います。これ、今動いているのはブロッコリー畑ではなくてですね、トウモロコシ畑なんですけど、綺麗ですよね。映画の撮影みたいな感じで、もうほとんどブレもなく、すごいですね。こんな感じで上から見るとですね、下からは全然見えなかった畑の村とかが結構見えますね。すごい滑らかですよね。これが、あ、やばいやばい、ごめんなさいね、音がさ、こんな感じです。私、ドローンを見るの好きなんですけど、すごい青空に映えますよね。入道雲とか。こっちもちょっと音を消します。こんな感じですね。これ横にいるのが賀来先生です。すごくかっこいい。で、こういう、私が下でこう一生懸命植物を測ると同時に、各先生がドローンを撮影して推定する作業をコンピューターで行っています。
で、実はまだこの結果をお見せすることができて、今まさにあの研究を行っている最中なんです。で、今どういう結果かというとですね、例えばこんな感じです。見えますか？これちょっとわざとなんですけど、ちょっと勘違いするかもしれないなと思ってわざとお見せしてるんですけど、これあのブロッコリー畑の動画ではないんですね。これは、コンピューター上に、仮想空間上に再構築された、ブロッコリー畑です。どういうことかというと、ドローンで空撮をするのは何をしているかというと、いろんな角度から数百枚のですね、画像を撮ってるんです。写真を、でいろんな角度から撮られた畑の2次元の写真から、3次元のこういうブロッコリーを再構築してるんですね。コンピューター上で。だからこれコンピューター上にあるので、こうグリグリして拡大収縮とかいろいろできるんです。すごくないですか？びっくりしますよね。こういうものを作ればですね、まあ、ちょっとまだできてないんですけど、ブロッコリーの一株一株の草丈だったり、あと中に生えているつぼみの大きさだったり、もうそういうものがですね、自動で、計測できる。で、それができれば、最終的にはですね、ドローン空撮するだけで、あ、この畑はですね、あと1週間後に収穫すると利益が最大になります。そういう提案。もしくは、大きい畑の場合は、じゃあ北の方から収穫すると、いいですよ、あっちの方が成長が全体的に早いので収穫するといいですよとか、まあ、そういうことが提案できるかもしれないなと考えています。で、さらによりチャレンジングなのがですね、大根の推定にも今挑戦しています。なんで難しいかというと、当然ですね、ドローンは地上部しか測定できないので、大根みたいにですね、地下に収穫物があるものはですね、とても推定が難しい。だけれども、もしかしたら、その地上部の大きさとか、成長みたいなもので、地下部の大根が推定できたらとてもいいな。これ実際農家さんも大根の大きさを正確に推定するのは難しいんですね。ということを行っています。で、もう最後になります。研究について私が知らなかったことですね。この研究はかなり農学っぽい研究ですね。農家の利益に直結するための研究もありました。で、さらに、私も各先生とかなり面白く研究してるんですけど、知恵とか技術とか、あとはまあ私の担当は体力かもしれないんですけど、体力を持ち寄って研究しています。そう。で、実際こう野菜の栽培とか測定っていうのは結構疲れるんですね。いや、まあ、頑張りますけれども。で、今日はですね、まあ、全然違う話を3種類お話ししました。まあ、多分、どれかは皆さん興味を持ってくださるかと思うんですけれども、まあ、基本的に伝えたいのはですね、研究は楽しいですよということです。で、皆さん、今は受験勉強がまあメインの目標だと思うので、なかなか受験勉強に関係しない勉強、学問はですね、手をつけづらいかもしれないんですけど、まあ、今持っている好奇心をですね、なくさないようにして、大学に入ったらですね、ぜひその好奇心の赴くままに学問してもらえれば楽しいかと思います。ぜひ大学に入学して、主に研究とか学問、大学生活をですね、満喫してもらえれば嬉しいなと思います。